皆さんこんばんは。8月21日月曜日、時計の針は夕方6時になっています。今週も夕刊 TV スタートです。キャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、週末いかがお過ごしでしたか？にわか雨などもあったようなんですが、各イベント催し物なども行われ、読谷村内では読谷村漁業協同組合創生、清掃年部の主催で初めての試み、港ピクニックも行われ、多くの皆様が足を運ばれました。またニライフェスト、こちらもねイベントとしても盛り上がったようです。さあ港ピクニックに関しましては明日皆様にご紹介してまいりますので、お楽しみに。さあそれではまず今日のラインナップからです。今日の一番ニュース、世界パラ陸上メダル獲得報告セレモニー、夕刊読みラジ三振や形状やとことん読みとん知っとこ読みとん大盛況2017ニライファイヤーフェスト、その他たくさんの読谷村の情報をお届けしてまいります。それでは早速まいります。今日の一番ニュース、今日の話題です。山本篤史選手、鈴木徹選手、世界パラ陸上メダル獲得報告セレモニー。さあこちらが行われたんですが、多くの方々、ここ読谷村といえばさまざまなスポーツコンベンションの受け入れを促進しているところで、またね歓迎セレモニーなどもさまざまな、本当に時に行われるんですが、さあ今回このお二方、お迎えしておりますので皆様にご紹介いたします。 VTR スタート。まずもって山本選手、鈴木選手、おめでとうございます。もう彼らは10年以上前からずっと読谷にですね、レイジでキャンプをしているところで、ございます。本来だと彼らは北海道で夏合宿の最中だということですけど、ぜひ読谷にですねメダルの報告がしたいということで、合宿途中ですね読谷に来てもらっております。ずっとですね世界陸上パラのですね世界陸上から、オリンピックということで、両方彼らがリーダーになってですね読谷に、パラリンピックの陸上の短距離選手がですね十数名、この10年の間ですねたくさんの皆さん、彼らが読谷にキャンプで、指導方々来てもらっております。で、鈴木さんはこの後またすぐ北海道の、パラのですね合宿に移動するそうですけど、山本選手はこれからですね、ニュージーランドの方にですね、スノーボードの大会にですね出るという、彼は、夏の幅跳びとですね、冬は来年のピョンチャンの、パラのスノーボードのオリンピック候補選手ということですね、本当に夏も冬もですね、高跳びもスノボーもやるという、まさに足は1本しかないんですけど二足のわらじを履いてるですね本当にスーパーアスリートでございます。読谷村の皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。完全なる今回プライベートでの、沖縄訪問という形だったんですけども、せっかく来たんであれば読谷村に報告をしたいなということで、こういう場を設けさせていただきました。で今回僕自身は金メダルを目指してという形で、あと6センチですね、届かず負けてしまいました。で僕自身はやっぱりすごく悔しい思いでしたし、リオも銀で、8センチ差、今回は6センチ差ということでものすごく悔しい思いをしました。ですので東京に向けてはもう絶対に金を取る気持ちでですね、あとは世界記録を取るということを目標にやっていくのと同時に、今村長にも、報告した通りですね、ニュージーランドの遠征を8月22日から行くことになっています。なのでここからは少しですね半年ぐらいはスノーボードの方で、バンクドスラロームという競技とスノーボードクロスという競技2種目を、中心にピョンチャンパラリンピックを目指していきたいなと思っています。でピョンチャンに出るためにはとよく言われるんですけども、ここからワールドカップが、第5000ぐらいまでピョンチャンの前にあります。そこでいい結果を出して、ポイントをたくさん取るということが、ピョンチャンパラリンピックにつながってきますので、もう本当に世界を転戦して
上位を目指せるように頑張っていきたいと思っています。これからも、まだまだ読谷村にお世話になりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。こんにちは、鈴木です。今回はですね、このような機会を用意していただいて本当にありがとうございました。私自身個人でのメダルは今回初になりまして、リレーはあったんですが、やっとの世界の大会でメダルを取ることができました。ただまだですね、2m01 で今回3位に入りましたが、チーの選手は 2m14、 2の選手が 2m8 っていうまだ高い壁がありますので、その辺をですねターゲットにしながらこれから頑張っていきたいと思ってますし、また2020年はですね、リオで去年メダルを逃して4位の結果でしたので、メダルを取る気持ちでですね頑張っていきたいと思いますし、また読谷村もですね、また年末の方にまたお世話になることになりますので、またちょっとずつですねトレーニングを積みながら、また皆さん の応援をいただきながら頑張っていきたいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日もどうもありがとうございました。はい、最後は、村長を囲んでの本当にね笑顔いっぱいのお写真となりました。さあ、このお二方なんですが、これまで10年以上にわたり読谷村でキャンプを行われてきたということで、やはりお世話になっている読谷村の皆さんに一言でもね、一度でもいいからこうやって改めてメダルを見せてお礼をお伝えしたいということで、今回は報告の、形でね、こちら読谷村の方にいらっしゃったようです。これからもぜひますます頑張っていただきたいと思います。以上、今日の一番ニュースでした。ゆうかん TV。 琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。明日の地方面ご紹介していきます。私たちは火遊びしません。2つの保育園消防訓練、クラブ入団、糸満市の話題ご紹介していきます。糸満市防火委員会は8日、幼稚園消防クラブ入団式を行い、新たにゆりかご保育園と桑の実保育園が入団しました。この同クラブは22団体になり、入団式では欠かず消防本部長が保育園で行う避難訓練に一生懸命取り組んで、火事を見つけたら大きな声で大人に知らせることが大事ですと話し、そして幼稚園の消防クラブの承認証を交付、同クラブの旗を贈呈しました。園児には法被と、そして園児たちは大きな声で、私たちは絶対火遊びはしませんなどと言って防火を誓い、桑の実保育園の園長先生は園児たちの防災意識が高まると思うと語っています。さあ、明日の地方面にはゆりかご保育園、桑の実保育園の子どもたちが消防団の皆さんと一緒に写ってるんですけれども、この、ね、年齢からやはり、火の元、こういったものに、ね、気をつけて、また、ね、火事が、どこかで起きている時には大きな声で大人を呼ぶというこの意識、消防訓練ももちろんなんですけれども、このクラブの承認証を交付されたということで、子どもたちも誇りを持ってこれからも、ね、過ごしていただきたいと思います。ぜひ、火遊びしないように気をつけてくださいね。応援しています。さあ、続いての話題です。身も心も癒された伊江島健康福祉祭りにぎわう、こちらの話題をご紹介していきます。伊江村健康福祉祭りが7月29日、伊江村農村環境改善センターで開催され、開会式典では村長の挨拶や保育園児のエーサーなどが行われ、ポスター、川柳、虫歯ゼロの表彰式も行われたそうです。健康講演会では管理栄養士の方々の伊是名海山、さあ読谷村でもね、プロジェクトということで伊是名海山料理教室を行われてますが、時間栄養学から考える太らないテクニックを伝授したと書かれています。さあ、伊江島の方でもね、こういった取り組み、お祭りと一緒に健康を意識するという取り組み、素晴らしいんじゃないかと思います。さあ、読谷村では皆さんもどのような取り組みをしているでしょうか。もしまたね、いろんな取り組みがありましたら、ぜひ夕刊 TV にも情報をお寄せください。お待ちしています。さあ、続いての話題、面白い話題なんですが、豆腐組合親睦会ザ・モアイ、こちらをご紹介いたします。
技術思いつなぎ45年、1972年に豆腐製造業者が集まって始めた豆腐組合親睦会、豆腐に関する情報交換の場となっているこのモアイ、今日は皆さんにご紹介いたします。なかなかないですよね。沖縄県は豆腐屋さんとっても多いです。私たちのスポンサー一力食品さんもそうなんですけれども、熱々あちここの豆腐をね、スーパーやまたね JA などに卸している姿、皆さんもね、ご覧になられたことあると思うんですが、豆腐組合の皆さん、横のつながりも大切にしているようです。豆腐製造業者の親睦を深めようと1972年にスタートした豆腐組合親睦会、こちら親睦会、メンバーの代替わりを得て45年目を数え、現在のメンバーは12人、30代から80代とメンバーは様々、親子代々参加している人もいて、沖縄の豆腐の歴史を知るいいメンバーだということで口を揃えています。45年前に14人の豆腐経営者らが始めたモアイ、当時のメンバーの自宅や店に集い、時には豆腐製造の危機を見せ合ったということが歴史となっているそうです。さあ、それから45年の歴史、素晴らしい豆腐がつないだモアイ、これからもぜひね、美味しい豆腐作り続けて、先読みコーナー、またね、明日の地方面で皆様にね、一番にページをめくって楽しんでいただきたいと思います。以上でした。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV、 いやささゆうかん読みラジ。さあ、今日の話題です。さあ、私の後ろにあります建物、そう、紫村の駐車場の入り口にありますよね、三線屋形状屋。さあ、皆さんに今日はなんと新サンレレのご紹介なんです。さあ、この夕刊読みラジは毎朝9時観光情報番組読谷ラジオをお届けしているんですが、音源だけではなく、私たちが取材した様子を映像を交えながらお届けするのがこの夕刊 TV の中にあります夕刊読みラジのコーナー。さあ、それでは新サンレレをご紹介いたします。 VTR スタート。本日私は、紫園内にあります形状屋さんに、またまたお邪魔しております。自己紹介していただきましょう。早速、ではこちらの方から、はい、お願いします。紫村園内の三線工房町田屋の、大喜美と申します。はい、大喜美さん、まあね、前回も大喜美さんね、ちょっと出ていただきましたけど、隣の方が初めましてでございますが、そうですね、町田博樹と申します。よろしくお願いします。はい、では本日よろしくお願いします。早速ですが、私ね、本日訪れたのは、何やらね、新しいサンレレができたということでちょっとお伺いしておりますが、早速大木さん、どういうサンレレでしょうか。今回新発売になります。新開発のサンレレは、海足火というサンレレで、サンレレも今まであったサンレレシリーズ全て小さいサイズになっていて、気軽に持ち運びはできたんですけども、今回開発されたものは海に川に持って行っても大丈夫、防水加工になっている、世界初の、防水三線というか三弦楽器になっております。はい、海に持って行っても大丈夫な、サンレレ。はい、そうです。世界初。世界初です。いいですね。読谷村から世界初がね、ここにもまた一つ。読谷初の世界初三弦が水に濡れても大丈夫な三弦楽器になっております。ですね。本来のまたサンレレとはね、やっぱり違ってますよね。材質は何なんでしょうか。そうですね。ボディがアクリル素材、アクリル製のボディになっていて、クリアな透明な半透明なものになっているんですけども、そちらと、竿と唐杭、木製部分は、天然塗料も使っていて、さらに防水性のある塗料を使用していることによって、水の、侵入というのを防いでいるので、水に濡れても大丈夫な作りになっております。はい、そうなんですね。やっぱり一目見て、木製の部分はヘッドというんですかね、あるんですけど、そこはちょっと濡れても大丈夫なのかなって一瞬思うんですが、そうですね、見た感じ木目もうっすらこうちゃんと、塗りの下に見えて
あの木の感じも残しているんですけども、水の方は弾くよう作りになっているので大丈夫です。はい、ではですね、まあ、このサンレレ、まあどういった、ね、方々におすすめなのかね、ちょっと町田さんにお伺いしたいんですが、どういった方にお伺いですか。そうですね、まあ、名前通りなんですけど、海足火っていう名前通りで、本当にこう海で気軽にあのみんなとワイワイしながら、ビーチパーティーとかバーベキューしながらこう、まあ、濡れても安心なので、そういう方にみんなで盛り上がるように、あのそういう方にあのおすすめです。はい、まあね、そういう形で新商品のね、海足火というね、サンレレ、本日皆さんにご紹介しました。夕刊 TV をご覧の皆さんに、キャンペーンがありまして、これを夕刊 TV 見たよって店頭に来てあの言ってくれると、8月31日まで、新商品の海足火が2000円引きで提供させていただきます。で通常1万6200円なんですけど、そこから2000円引きで1万4200円であの提供させていただくのと、30日保証ということで、あのご購入いただいてから30日間はもう好きに引いていただいて、で気に入らないなと思っても30日間保証ということで、あの全額返金いたしますので、でもそれほどね、あの自信がある商品ですので、ぜひ皆さん形状や読谷の、なんだっけ、紫村の中にありますので、ぜひお越しください。以上です、ありがとうございます。はい、もう笑顔が素敵なお二方ですね。そしてね、とても綺麗な海足火という、ね、三線とウクレレが一緒になったこのサンレレ、なんと FM 読谷、そして夕刊 TV を聞いた皆さんに1000引きということです。引けなくてもいいので、ぜひ皆さん形状屋さんに足を運んでください。そしてぜひ買ってみてくださいね。以上、今日のご紹介、形状屋さんでした。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしています。明日もお楽しみに。夕刊 TV、FM 読谷インフォメーション。さあ、今日の話題です。株式会社沖縄フードマシン主催、炭酸氷試食試飲会。さあ皆さん、炭酸氷聞いたことありますでしょうか。私の、ね、手元にはパンフレットがあるんですけれども、この炭酸氷、やはり、ね、時代は変わってきています。独自の製法で氷に炭酸を閉じ込めた世界で初めてのシュワシュワする氷、さあ皆さんにお届けしましょう。 VTR スタート。本日、地域振興センター2階でですね、炭酸氷の無料試食、試飲会が行われております。で、まあ、この試食会の、開催させていただいた沖縄フードマシンの木田社長、お越しいただいております。こんにちは。はい、こんにちは。初めてのこの炭酸氷、沖縄上陸ということで、お客様の反応はいかがでしょうか。まあ、食べた食感が、まあ、みんなびっくりすると、まあ、初めての体験なんで、それが好印象を与えていると思いますね。まあ、これを、広めるにあたっての、今後の展開というのがあれば教えてください。そうですね、今後も同じような形で月1回ぐらいの割合で、まあ、読谷村をはじめ那覇市の方で、まあ、案内状をお送りして来ていただいて、まあ、試食していただくというような形を取りながら、まあ、あとは、まあ、個別訪問と